客は、中国春秋時代の進むの将軍。地は客、または、放置名から句、意味名は、字は宿、送り縄聖、句、聖宿とも呼ばれる。創家当主の客叶えや老いの客イタルらと共に、三劇と呼ばれた。当時真の貴族の中で最大の勢力を誇っていた、客氏の傍流として生まれる。客士の先王は、他の貴族たちの反感を募らせていたが、 その中でも、客は、連直な階段時として、天下に名の聞こえたおいの客いたるとは、正反対に、傲慢活動意欲な振る舞いが非常に目立っていた。例えば、紀元前583年に、長子を再興させた、長武氏が、客のところに、成人の挨拶に来た時には、最近は、年少で大分になるものが多い。私はお前など認めん。とと暴言を吐いたり、 また、紀元前576年には、県大部として知られる、白州を、客氏の敵対者とみなして、客至るとともに、励む行に残訴して殺害した。このことで、客は、判決に、善人を殺した客氏には必ず災いが下る。と通列に非難されると、次々と敵を作っていった。その反面、武勇には、優れており、 紀元前575年の三朝の戦いの際には、新軍の将として、つわいを打ち破る大活躍を見せている。しかし、このことで、客の戦争はますます募り、三朝の戦いの直後に、どの祝村教助からの賄賂を受けて、成功や既存高父を陥れる手助けをするなど、天下に、さらなる悪名をとどろかせてしまう。これらのことが災いして、 翌紀元前574年12月26日に、ハゲムコが客一族を滅ぼしたときに客も中殺された。死後、生を送りなされ、苦、静粛と呼ばれる。ありがとうございます。